ウボアオ。皆さんこんばんは。うおー、霧が出てるぜー。霧が出てるからってテンションが上がるとか意味不明ね。ほらほら、いつもと違う風景を楽しめるだろ。例えばこの後ろなんてもやがかかってて不思議な感じがするぜ。お城が見えにくくて目が疲れてるんじゃないかって不安になっちゃうわね。なるほど、霊夢は霧があまりお好みじゃないんだな。晴れた明るい日の方が好きかな。お城から見える風景があまりにもひどいんだが。それは綺麗なお城にとってめっちゃ致命的よね。ここにある青いバラを使って見栄えを良くしようかな。お城に裏庭的なものを作ろうってことなのね。ちょっとその前に河川工事が中途半端になってるお城周りを工事するぜ。あのマリサ、お城の壁が途中で欠けちゃってるわよ。確かにこの部分に壁を置くのを忘れちゃってるな。ちゃんと壁を設置しなさいよね。また11万、2000ベルが溶けていくぜ。お城系株の出費がかなり負担になってきたぜ。この島くりを始めてから稼ぐ額より使う額の方が圧倒的に多いわよね。一度どこかでがっつり稼がないとな。今は青バラを売ってお金稼ぎをしているのよね。青バラ畑を撤去する前に十分なお金を稼ぎたいな。さてさて、河川工事はこんなもんでいいんだけど。左の高台と行き来できなくなってるわよ。左に色々物を置いてきたんだった。めっちゃ回り込まないとね。とっておきのプレゼントがあるんだ、これ受け取って。唐突だな。そのアランセーター君に役立つといいなぁ、桃も。突然服をもらっちゃったな。着替えないの？セーターはチクチクするからあまり着たくないかな。材質が好みじゃないのね。それはそうと、ここに階段を作った方が良さそうだな。今の状態だと移動がかなり不便だものね。この崖をくり抜いて階段を設置するのが良さそうだよな。そこのくぼみに階段を埋めておく方が景観が良くなりそうだものね。本日も大人気コーナーやっていくだなのー。たぬきちの登場が大人気コーナーですって？これを見てほしいだも。ウボアオたぬきちしか勝たんがんば。まさかこんなコメントが？霊夢さん、これが現実だなも。さてはたぬきちリスナーさんをお金で買収したな。僕がそんなことにお金を使うわけないだなも。確かに四川とたぬきちがお金なんて使うわけないわね。四川とは余計だなも。今回の工事場所は街中だし、石の階段を使うしかないな。16万8000ベル毎度ありだなも。ちょっと設置場所に迷い中。坂と橋の工事は失敗すると大変なことになるから慎重に場所決めをしないとね。でも、迷ってばかりいると作業がなかなか進まないからここに決めちゃおっと。結局最終的には適当に決めちゃうのね。適当じゃないぞ。失敗じゃなきゃいいわね。次の日。よしよし、階段の位置は完璧っぽいな。完璧じゃなくて完璧っぽいのね。いやいや、階段の位置に自信がないわけではないぞ。まあ、ある程度作ってるものが完成するまで不安だというのはなんとなくわかるけどね。ひとまずアーチタイルで道を作っていくぜ。それでこのアーチタイルの道はどこまで引くつもりなのよ。お城から見下ろしていい感じに見えるところまでかな。結構ざっくりとしてるのね。それじゃあ上から確認。今回はここから見える範囲だけを工事するって感じなのね。今の状態がかなりみすぼらしいからな。少し工事するだけで劇的に変化すると思うぜ。今の状態がひどすぎるからね。一応この辺りには植物をいろいろ植えてみようと思ってるぜ。新しい株の中に結構いい植物株があるから、それなりに飾れそうよね。それにここにある青バラを組み合わせるつもりだぜ。一応この敷地のど真ん中にラムネさんマークを貼っておくぜ。そこを中心にいろいろ作っていくわけね。そうしようと思ったんだけど、ここの青バラを先に取り除いておきたいな。そして取り除いた青いバラは左側に植えていくぜ。あ、突然崖工事が始まった。せっかくだしちょっと目立つものを作りたいんだよな。ほうほう。何を作るのかはできてからのお楽しみ。崖の幅が縦3マスってところに何かありそうね。そうだな、3マス以上ないと設置できないものを飾るつもりだからな。ちょっとここでお食事タイム。ヤシの実ってそんな食べ方をして大丈夫なの？蜂に何度刺されても大丈夫だから、ヤシの実くらい食べても問題ないぜ。それもそうね。ラムネさんマークを一つ追加。穴を3箇所開けてと。紅葉樹を3本引っこ抜いてと。さっき掘った穴に植えるわけね。こう植えると結構密集してるように見えるはずなんだが、一段目だけじゃまだまだボリューム不足だな。まさかのボートツアーに参加？余った紅葉樹があと1本しかなかったから仕方ないぜ。夏島に来てしまったじゃないか。紅葉樹が欲しいだけだから、これは完全に無駄引きね。夏島っていうのはだな、レアな虫がいっぱい取れる夜に来るのが一番なんだよな。というわけで夏島から持って帰ってきたお土産を植えていくぜ。ただの紅葉樹だけどね。下から見るといい感じになったじゃないか。あとはいらない部分を削ってと。木の周りに椿を植えておくぜ。今のシーズンに咲く低木ね。こんな感じに植えてみたぜ。一番前の木の周りには他のものを飾るつもりなのね。ベンチを置くつもりだぜ。
でもちょっとその前にメリハリをつけるために石畳を張っておくぜ。土の道一色だけじゃあまりにも味気なさすぎだものね。前デザインが使えれば獣道とか張れるんだけどな。前デザインなしの縛りプレイをしてるからしまくりの道でやりくりしていくしかないわね。石畳を張る範囲はこれくらいでいいかな。ここの列に柵を置きたいからこの青バラは積んでおこうっと。公園みたいにするつもりなのね。公園というよりも花壇に近い感じかな。なのでここにも青バラを植えていくわけなんだが、ちょっと工夫をするぜ。バオバブの木なんて珍しいものを持ってきたわね。持ってきたはいいものの想像以上にでかいな。かなり扱いにくい家具よね。できればいい位置に持っていきたいんだが、その位置が無難ね。周りに青バラを植えてと、世界最大の花と言われてる食大王こんにゃくも飾りたいんだよな。なんだかおかしな花壇になってきたわね。お城から見下ろせる花壇だからこれくらいのインパクトがないとな。ちゃんとベンチも設置したのね。そうそう、ベンチはこっちにも飾ろうと思ってたんだった。いつも出てくるわね、ガーデンベンチが。前の島作りの時の在庫はもうなくなっちゃうぜ。次は花壇の柵を作るぞ。遺跡の飾り柱なんかで柵を作っちゃうのね。柵もインパクトのあるものにしたいからな。それでどんな風に飾るのかというとだな。ベンチの前は撮影用に開けておくのね。その空いた隙間に洋風な柵を設置だぜ。これはこれでいい感じの配置ね。内側は洋風な柵と遺跡の飾り柱交互に設置していくぜ。ゴージャスな柵が完成したわね。右側も同じような感じに仕上げようかな。右側もバオバブと食大王こんにゃくを飾るの？別の大きな植物を飾るつもりだぜ。別の大きな植物って松かな？松ではないんだよな。あ、サボテンね。サボテンってリメイクできるんだな。リメイクで花を咲かせることができるのってかなり謎の技術よね。微妙に色も変わってるんだよな。というわけでサボテンはここに設置だぜ。思ってたほど大きくないんだけど、バオバブのインパクトと比べると全然だな。しかも一マスしかないからね。一本じゃ物足りないからもう一本飾ることにするぜ。あとは手前にガーデンベンチを置いてと。右側の花壇は左よりも控えめになるわね。それじゃあ綺麗なものを飾って華やかにしておくか。マイル株の花壇と園芸ワゴンでかなり明るくなったわね。結構お花に囲まれてるって感じになってよかったぜ。あとは花壇じゃないところの飾り付けをしていくぜ。新マイル株の丸い街灯ね。丸い街灯は今回のために買ってきたんだぜ。お値段1000マイルだからそこそこリーズナブルよね。この手前の道はどうしようかな。マリサの好きなように飾ればいいんじゃないの。私の好きなようにしてもいいのか。だったらこれを大量購入だぜ。あ、マリサの植物パーテーション劇場が始まってしまった。ウッドパーテーションは使わないから安心してくれよな。せっかくだから他のお気に入り株と合わせてみようかな。アイアンガーデンベンチのホワイトもお気に入りだったとは。これはマジで使いやすいから超おすすめだぜ。まずはベンチから。場所がなんだか中途半端ね。ど真ん中にあれが来るようにしたいぜ。あれって植物パーテーションよね。ほらほら、これでちょうどど真ん中だぞ。あとは植物パーテーションとアイアンガーデンベンチを交互に置いていくわけね。そんな単純なものじゃないぜ。街灯か。いろんなものを飾って変化をつけないとな。そう言ってる割にほぼ毎回植物パーテーションが登場するのよね。植物パーテーションは私や霊夢、タヌキチみたいなものだと思ってくれよな。でも、植物パーテーションにセリフを喋らせるのだけは勘弁してよ。植物パーテーションに感情はないから安心してくれよな。本当に安心して大丈夫なのよね。多分な。食大王こんにゃくって全く花に見えないわね。調べによるとなんかすごい悪臭を放つらしいぞ。ラフレシアみたいなものなのね。多分この木は桜の時期に見ると綺麗なんだろうな。桜の時期までこの木があるかが問題よね。微妙なところだな。サボテンの代わりに松を飾るのも面白いかもね。今度試しにやってみようかな。上からの風景がガラリと変わったわね。次回は今日作った場所の奥を工事しようかな。とか言って何も考えてないんでしょ。全くノープランだぜ。というわけで今回はここまで。次回もよろしく。もももー。